アジ散歩。この瞬間がたまらない。1対1になった時とかたまんないですね。いなせた瞬間とかがサイドバックは楽しいかなと思います。でもさ、俺見てたらさ、途中でさ止まる時とさ走り切れる時あるやん、はい、あディフェンスの裏まで走り切った方が多分相手からするとすっごい嫌やと思うね。じゃあこの辺でお題トークは終わらせていただきます。はい、はい、続きまして、まあ僕も20年あの現役やってましたから、まああのサイドバックの極意お二人に3つほど伝承してくれるんですか。あんま言いたくないねんけどな。よし、じゃあまず一つ目ね、サイドバックの極意、無表情でいること。無表情、常にどういう苦しい時もなんかこう相手にボール取られたとかっていう時も表情を変えない、うん、感情をコントロールするじゃないけど、うん、無でいることやね多分。でもね、そういう相手って結構見てるんよ、そういうとこ。確かに顔見ますもん。見るやろ、相手の顔となんか呼吸はめっちゃ見るから、疲れてる時のさ顔とか呼吸っていうのは相手が結構弱点っていうか、あここ こいつ今いけるって思われる瞬間やから、常にどんだけしんどくてもなんかこう楽そうな顔をする、平然とも戻る、平然と一対一して、まあ、抜かれたとしても平然とした顔でいるっていう。結構福田君とか結構表情出るよね。めっちゃ出ますね。ああとかって言うよね。はい、けど気にしてないですけどね。あーそうなんや。ミスしたことに対して気にしてないですけど、めっちゃ出ます、うん、あんまりなんか俺はもう出さへんようにしてたね。でもさ、相手がさサイドバックやったらさ、無のサイドバックやったらさ、無表情のサイドバックやったらなんかちょっと怖くない？ずっと怖いです、やりづらいですと思います。そうやね、そうやね、めっちゃなんか楽になんかやられると、そう無表情でなんか怖いイメージですよ。まあそれが一つ、二つ目がですね、やっぱり走り切る。もうこれさっきも言ったけど、走り切るの中に、まあ、その前線に上がっていく時の走り切るのと戻ってくる時ね。俺昔コーチになんかあのすごいお世話になったコーチに、あの行くスピードより帰るスピードを速くしろって言われて、それは相手にとっても脅威だ。相手にとって、相手のサイドハーフ、対峙するサイドハーフであったりウィングバックであったりっていうところがすごい脅威になってくるから、もうこいつもう戻ってきてるやんっていう。でチームとしてもなんかスペースを一人で埋めてくれた方が楽なの。だからなんか常に走り切るっていうことはもうイメージしてたね。しっかり上がって途中でもう走り切るんだったら裏まで走り切って戻ってくるんだったら息のスピードよりも速く。大体でもみんな上がるスピードの方が速いやん。そうっす。じゃないね、もうサイドバックの見せ場は戻るスピードやね。戻るスピード、これ戻るスピードを速くできたらこれ代表に入れる、これ確実。まあそういうところのなんかボールのないところのそのランニングってめっちゃ大事やからね。これで戻るスピードが上がって代表入られへんかったらごめん。でも一応代表入ったから俺、それでワールドカップです。そうやで、ほんまそれだけ、ほんまに。これはもう2つ目ね、もう走り切る、攻守両面で戻りは早く。さあ、ガンバック作成第4弾ということで、今回は店頭に並ぶことも考えて商品のポップを作っていきたいと思います。ということで、石丸先生から言われたポップを作る際の注意点、一つ目が
目立つ、そして2つ目が商品の良さが分かりやすく、そして3つ目頑張らしく、その3つを踏まえて取り組んでいきたいと思います。じゃあまずはここにドーンと目立つということで、ガンバッグをここに貼り付けようかな。こんな感じでフェルトを切り取っていきたいと思います。こんな感じですかね。端っこの部分で、さあ開いてみます。じゃじゃーん、あぽい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 、これをこんな感じで貼ろうかな。よいしょ。次はガンバッグのポーチ、ガンバボーイの表情がこんな感じに決まったので貼り付けます。よいしょ、できました。ポーチになる部分が完成しました。さあではホワイトのペンを使ってここに商品名大きく書きたいと思います。一発勝負で頑張ります。が目立つようにって言われたので結構太めに書いちゃおうかな。あーうんば女子。さあそれでは最後にこれを貼って、はい完成です。はい、いい感じにできたんじゃないかなと思います。じゃあこれ最後ね、3つ目、これが一番大事、気遣いのできるサイドバック。気遣いっていろいろあると思うよ、気を使える選手って。まあ例えばセンターバックのカバーリングであったり、まあその辺はまずできるよね。そのポジショニング一つにしても、そのどの位置を取れば相手が嫌がって味方がフリーになれるのかとか、でこの低い位置だったら相手がどう出てくるのかとかっていうのは常にこう考えながら、気を使いながらこうやるっていう、ポジション一つで取ってもそれはすごい大事かな。じゃあもうこの3つの極意ちょっと伝授しますんで、またこれからやってください。これこの感想どうですか、この3つ聞いて。いや俺特に2個目が、うん、なんか大事だなと思いました。走り切る、はい、戻るスピードとか、あ考え、そういうなんか確かに本当に大事だなと思いました。高尾君は。僕は3つ目ですかね。あ気遣いね。なんか無表情は今からやればなんとかなれそうな気がするし、うん、で走り切るのはまあもうこれはもう頑張るじゃないですか、自分と戦いみたいな、うん、で3つ目はなんかちょっとやっぱ考えないと、今からちょっとバンとはできないかもしれないから、考えるのしなかんなって思いました。カジさんから見て誰がすごいなって思うんですか、日本のサイドバック今で。分かるって言ったら、でも内田篤人とかやっぱり持ち方うまいね、あの人持ち方うまい。あ、やった時めっちゃ思いました、うん、もう飛び行けなかったです。あしかもそれラストマッチだったんですよ多分。そのあ、はいはいはい、うん、途中から出てきて、うんうん、なんかその前広瀬、うん、出すとなんか変わったらもう全然違うかったです。行ってもどうせ剥がされるだろうなっていう、もう その時点で負けてました。あなるほど、ね、置きどころが本当うまかったです。でずっと顔上がってるんで、あしかも走るのもうまかったです。タイミングね、タイミングです。なんかちょっとボールパッて見たら消えてたんで。まあでもああいう上手い人って結構ライン上で一緒に並ぶよね。はい、視野には絶対入らへんもんね。視野外からこうちょっとこう膨らみながら、オフサイドにならずにこう
戻りながら出るみたいな、そういうのをやってくるからすごいよね。ああいうとこも勉強できるもんね、確かに。まあ、あとはもう本当さっき言ってたあれやね、もう経験積んできたらそういう雰囲気になっていくから、サイドバックってあのなんていうの、余裕じゃないけどさ、なんかサイドに来てはめ込まれてもなんかこうあたふたするような、なんかそういうあるやん、はい、選手いるっしょ、じゃなくてなんかこう余裕でこうさばいてるっていう、その経験を積んだらやっぱりこう出てくるから、風格というか自然となんかこう相手からしても多分嫌なんじゃないかなと思いますね。力まずに常にリラックスした状態で、はい、これからもそういうところちょっとあの考えながら頑張ってください。考えます。いや僕あれなんですよ、あの梶さんちっちゃい時から見てた方なんで、話もらってちょっと緊張してます。あ、俺これ聞いてみたかったわ。半額時代のジャイアントキリング、大学卒業してプロなりたいって思ってたんで、もうただのチャンスでしかなかったので。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。